おはようございます。2022年1月29日土曜日です。これがアーサワンドバスターミナルのバス停です。9時1分それでは失礼いたします。ご注意ください。The next stop is サワンド岩井台だ。 Please let us know if you wish to get off by pressing the stop button.おはようございます。2022年1月29日土曜日です。今日はですね、上高地にやってきまして、サワンドからここの中野までは、バスで来まして、普段はこの先までですね、バスが行ってくれるんですが、
今日は冬なんで、ここから自力で歩いて、大正池、かっぱ橋まで、行こうと思います。で本来であれば帰りのバスが15時、3時のバスなんですけれども、もう6時間後にそのバスが出てしまうので、今日はですね、高山方面から来る、6時のバスにまたここから乗って、帰るつもりで、楽しんでこようかなと思っていますが、あいにくですね雪が降ってきまして、今日はちょっとあんまり、視界等には期待ができないのかなと思っています。気温はですね思ったよりは暖かくてですね、天気が悪いからだと思うんですけども、今マイナス多分4度5度、それぐらいの気温で、着込んで、これから歩き出すとですね、非常に暑くなってくるんじゃないのかなというふうに思っています。ではですね、今の上高地の様子ですね、ぜひ気になる方、ご覧いただければなと思います。では、安全面と体調面ですね、気をつけて行ってきます。はい、では9時40分ですね、蒲トンネルをに、入って、大正池方面目指します。雪も硬そうなんでしばらく降ってなさそうですけど、向こうはそれなりにいい雪が積もってるんじゃないのかなというふうに思います。中野湯の入り口がだいたい標高が1350ぐらいだったんで、150から200ぐらい、蒲トンネルと上高地トンネル2つのトンネルを越えて、大正池の方に、出ます。こう明かりつけてるんですけど、もうかなりライトがないと薄暗くなってきましたね。今回ちょっと失敗したのが、水とかもそうなんですけど、結構食い物を今積んできてるんで荷物が重いなということに、今気づきました。飲んだり食べたりして早く荷物が減らせるといいですね。結構酸欠になるんじゃねえかなって思うぐらいちょっと息苦しいですけど、トンネルさえ登ってしまえばあとはもう平らなんでね、スノーシューを履いて楽しもうかなと思います。後ろも見えなくなりました。ここから勾配が 11% になってますね。 100m 歩くと 11m かな上がることになりますね。ちょうど今これが真ん中ぐらいだと思います。今日の予定はですね、9時半に、蒲トンネル今入ってまして、そこから、大体3時間から4時間ぐらいなんで、1時ぐらいまでにはかっぱ橋に着いて、1時間そこらちょっと休憩して、そこからまた、大正池通って、トンネル2個潜って、このまた蒲トンネルに、6時前に、戻ってこようかなと思ってます。なんで一応9時間ぐらい滞在はできるのかなと思ってますけども、ちょっと風とかですね、天候があまりにもひどいようであれば早めに引き返してこようかなと思ってるんですけども、バス停付近で1時間2時間待つのもちょっと尺なんで、その辺は
うまいこと時間調整して、帰ってこうかなというふうに思ってます。今こう白い息出てると思うんですけど、実際でも結構体もほてってきまして、ちょっと暑く、なってきました。トンネル自体は1310メートルかな、まもなく出口です。はい、10時6分40分弱かかっちゃいましたが、ようやく加茂トンネルを脱出です。まあ、天気は変わり映えしないですね。まだ雪がうっすら降ってます。この焼け岳もご覧の通りガスがかぶっちゃってますね。こちらが2016年にできた上高地トンネル、長さ半分ぐらいですね、588メートル。こっちが元々の旧道ですかね。はい、ではこのトンネルも入ります。勾配は 9% と書いてあります。こっちのはやっぱりまだ出来たてなんで、トンネルも綺麗ですし、なんかそんなにこうススが溜まってる感じがしないですね。はい、10時20分、加茂トンネルからゆっくり歩いて40分ぐらい、ようやく、2つ目の上高地トンネルを、これで、抜けました。これはネットで1500円で買った安いアイゼンを今から装着して、こいつを使って、歩こうかなというわけで、まあ果たしてしっかり機能してくれるのかどうか、期待半分不安半分といった具合です。意外とこの安物のアイゼンなんですけど、まあ10本の爪のやつなんですけど、もう結構雪をこうしっかり、もうここそんな雪乗ってないんですけど、まあ、ちょっと氷っぽいし滑ると嫌だなと思ったんで履いたんですが、ちゃんとこう雪面を捉えてるような感じで意外と使えますね。まあこんな感じで歩いてます。はい、11時に間もなくなろうとしています。ようやく、左手に大正池が見える場所までやってこられました。もうですね、かなり雪が深くなって、ここだともう本当にアイゼンつけてるとふかふか歩けるんで、すごい楽ですね。まあ、なかなかこうアイゼンの装着に手間取ったりですとか、まあ、ちょっと休んでましたんで、まあ、約1時間20分ぐらいかな、ここまでかかりましたが、まあ、ここはまだ序盤でして、ここからあとこの半分ぐらい3キロぐらい進んだところに、カッパ橋がありますので、まあそこが今日の目的地というわけです。まあ、時間はまだ余裕がありますので、いいのかなと思うんですが、まあ、あいにくですね、本来であれば穂高連峰が綺麗に、見える場所なんですけれども、全くですね見えないような状況になっておりまして、非常に残念なんで、まあその分楽しもうかなというふうに思ってます。ちょうど中央奥ですね、
に見えるのが、大正池ホテルになりまして、通常であれば夏の時期ですね、もう大体ゴールデンウィークから、11月ぐらいまではあそこのバス停までは、バスで、まあ、バスターミナルまでも行けるんですけども、まあ、大正池までバスで来て、そこから、まあ、かっぱ橋の方に、散策する方が多いですね。私も、去年は5月とあと一昨年も秋と、夏前に来た場所です。そこの石碑にですね、中部山岳国立公園大正池と書いてあります。こちらが、この裏が陶器トイレになっているようです。大正池ホテルまでようやくたどり着きました。あ、こちらですね。ポンプが動いてますね。浄化槽みたいですよ、ここは。わあ、すごいな、これ分かりますかね。除雪してないとこんだけ雪が溜まってるんだ。うわあ、こりゃすげえな。通常はここが、ここの辺にですねバス停があるはずなんですけど、まあなんか撤去されてるっぽいですね。で、夏であれば、まあ、私はここで降りていつも歩く場所ですね。ここは大正池なんで、ちょっと湖畔に降りてみます。ここも本来であれば草木で生い茂ってるとこなんですけど、もう完全に隠れちゃって雪で覆われちゃってますね。かっぱ橋まではここから 3.5 キロですね。今日は、まあ、時間的に多分大丈夫だと思うんですけど、かっぱ橋まで行こうと考えてます。焼け岳がこれか、この正面が焼け岳ですね。普段ガスが出てる山なんですけど、今日はもうそれもよくわからないですね。こちらに本来であれば穂高連峰が見えるはずです。はい、大正池でですね、まあ、ちょっとまたのんびりアイゼン外してスノーシューつけて休んでたらもうお昼になりました。いよいよですね、ついにですね初スノーシューを装着しまして、これから大正池の方ですね、まず、目指して進みます。ここだけ木道の遊歩道に、なってる場所ですね。スノーシューやっぱ軽いですね。なんかベニヤ板つけて歩いてるようなそんな感覚ですね。僕のはなんかネットで5、6000円で買ったんですけど、両方合わせて2キロ弱ぐらいの、まあそんな代物でした。森に向かって伸びている動物の足跡ですね。これは何の足跡でしょうか。分かる方いたら教えてください。T 字路にぶつかってですね、右に行くと、田代池になります。この辺はまあ、ちょうどこの何日か降ってないからってのもあると思うんですが、まあ、以前でも全然入っていけるぐらいで、まあ、皆さんが歩いてるところはほとんどこう
かふかな雪にはなってないですね。その両サイドがこういう風に感じで、雪が持ってあるような感じですね。でここが、田代池ですね。はい、田代池に到着しました。おわ、ちょっとあそこだけ青空が、本来であればこの田代池に、対面しているこの湿原ですね、ここからも、綺麗な山々が望めるんですが、まあ、今日はあいにくといった具合です。かっぱ橋まであと 2.5 キロですね。看板がこんなに低い位置になるということは、これだけまあ雪が積もっているということです。あ、ここが林間コースと梓川コースの境目ですね。はい、ちょっと時間を押してますが、ちょうど13時ですね。こんだけ雪が積もってます。田代橋に着きました。ここはトイレがあるようですね。こっち側に行くと、ウエストンレリーフ、こっちが帝国ホテルです。カポカッパ橋はこの先ですね。小屋の左側を通って、進んできます。すげえ積もってんな。ここまでだいたい 5.5 キロぐらいですね。やっぱり結構スキーとかに比べると足やられますね。疲れました。確かここは弁当を食うテーブルがこの辺に埋まってた気がします。はい、ちょうどここは梓川が結構こう急カーブに曲がってるところなんですけれども、すごいですね。堤防のところにがっちり雪が乗っかってまして、歩く部分もうここしかないんですけど、テーブルもこんな感じでかろうじて生きてますが、本当だったらもうちょっと、多分本当この雪の境目ぐらいのところまでは確か歩けたはずなんですよね。よくこの辺で奥穂高バックに皆さん写真撮る場所で、もう全然これ元々の様子を知らないと夏どういう感じか全然わかんないような。あーすごいな。これちょうどここは柵があるんですよ。柵の上を今もうまさにこんな感じで歩いてるような感じですね。柵の高さまでもうびっしり雪が乗ってます。あいにくやっぱり今日は残念な景色ですね。まあ来たことに意味があるということで、かっぱ橋を目指します。結構時間もおっしゃってまして、もう今1時半ぐらいになっちゃったんで、ちょっと帰りどうしようか、考えてるところです。かっぱ橋まで残り600ぐらいですね。ようやく橋が見えてきました。ちょうどこの辺がこれでもちょっと梓川一番近いところに接近できているような感じでして、
これ結構こんな感じになってるんで、あまりに近づけるとこう踏み外して川に落ちる可能性があるんで、ちょっと怖いんでこの辺でやめときますけれども、本日の川の様子はこんな感じです。まあ、視界が悪くてもやっぱり絵になる場所ですね。まだでも吹雪いたり風が強烈に強いわけじゃないんで、このぐらいであれば全然問題ないですね。はい、13時52分ですね。大幅に、予定の時間から遅れてしまいましたが、なんとかかっぱ橋到着です。ここはいつも出てる湧き水、水は冬は汲めないみたいですね。ここは YouTube よく出てくる、ホテルのカメラです。はい、今はどなたもいません。結構さっき田代橋からこのかっぱ橋向かってくるときに何組かと人と忘れ違いました。着きました。ちょっともうお腹減ったんで、そこいらで昼飯食おうと思います。完成。あ、うまっ。うまっ。バスターミナルにやってきました。冬の時期はこんな感じになってるんですね。まあ、当然バスがやってくることもなければどなたもいないですね。なのでこれから、バスが来る、中野湯まで、戻ります。すごいな。はい、15時19分、カッパ橋で折り返して8.6キロですね。こっちがカッパ橋方面です。これが帝国ホテルですね。今は当然お休み中です。で、向こうが、大正池方面ですね。バスの時間怪しいんですが、まあ、とりあえず、南に向かって進みます。長年スキーをやってたんで、まあ、当然分かってはいたことなんですけど、やっぱ雪の道を歩くっていうのは予想以上にこう負荷がかかって、非常に疲れるし進めないし、今回結構そういった意味でもいい勉強になったなと、今更ながら思いまして、なかなかやっぱりこう9時に中根を降りて、カッパ橋まで行ってピストンで帰ってくるっていうのは、まあ、相当こう慣れてる人じゃないと、まあ、6時のバスにしろ難しいのかなというふうに、改めて今思い知らされたところです。まあ、それでもですね、今日はまあ1日、まあ、上高地特有のこう景色っていうのは、まあ、ちょっと残念だったんですけれども、まあ、それでもですね、そこまでこう、まあ、まず寒くなかったっていうのと、風も全然なかったので、その辺はまあ良かったのかなというのと、まあ、初めて、冬の上高地に、まあ、来てみて、まあ、スノーシューとアイゼンで、まあ、雪道を楽しめたかなというふうに思います。もう一面こんな感じです。今ちなみにこの歩いてるところは、
通常であればこうバスが通る、大正池方面に走る道路ですね。まあ、今こう雪のおかげで道幅もかなりこう狭く感じるかと思うんですけれども、まあ、その行きとは違う道を、まあ、ちょっとこっちの方が早いかなと思ったんで選んで今進んでいます。はい、16時10分です。一気にですね、道路を、まあ、駆け足というか急いで歩いてきまして、10.4 キロ歩いてきました。もうここから2時間あればさすがにあのトンネル2つ越えてバス停まで戻れそうなんで、まあ、ちょっとこの後はのんびりというか、まあ、少しあのこの後も雪の量も減りますんで、まあ、余裕を持って、バス停まで向かいます。もうほとんど一人ちょっとすれ違った人がいましたけど、もう登ってくる人下ってくる人見当たらなくなりました。はい、本日もですねご視聴いただきましてありがとうございました。まあ、なんとかですねこのバックに今大正池がこう見えてると思うんですけれども、まあ、とりあえず、2時間後のバスに、まあ、乗れるような面が立ちましたんで、まあ、ちょっと気が楽になりました。で、まあ、上高地はですね、まあ、最低限、私今日、ノースの、まあ、街中でも履けるようなスノーブーツに、まあ、ネットで買ったアイゼンとあとスノーシューで、これ上着はですね、いつも使ってるあの愛用のスキーのジャケットで、下のパンツはですね、ワークマンで3000円ぐらいで買いました。なんで、まあ、かなりこう安上がりなんですけれども、まあ、そんなにこうお金かけないとはいえ、まあ、最低限のこう防寒、まあ、インナーなんかは今日中に着なかったんですけど、まあ、一応余裕を持って、持ってきたんですが、まあ、最低限の着替えと道具さえあれば、まあ、カッパ橋までなら、まあ、簡単に来られるんじゃないかなというふうに思います。まあ、松本から沢湾田まではそんなに雪もなかったですし、まあ、当然道路事情にはよるとは思うんですけれども、まあ、こういった形で、上高地も楽しめるんだよっていうところが、まあ、本来であればもっと綺麗な、ね、景色をお届けできればなとは思ったんですけれども、まあ、どうしてもなかなかこう前もって設定した日にちで、今日来てますので、まあ、そればっかりは仕方がないかなというふうに思います。また動画更新していきますので、ぜひ、チェックしていただければなというふうに思います。ではですね、引き続き高評価と、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。はい、16時42分ですね。先ほど大正池の湖畔から、まあ、ちょっと休憩したんで20分ちょっとですかね歩いてきました。ここで今まだアイゼンつけてますんで、ここで外して、あとはこの上高地トンネルと蒲トンネルを越えて、中野湯の、バス停に、向かいます。17時5分、これから蒲トンネルを抜けて、中野湯のバス停を目指します。はい、17時25分、無事に、中野湯川に出てこられました。まだなんとか明るいうちに着きましたね。ここにもバス停があるんですが、ここのバス停は普段夏の時のバス停だと思うんですよね。はい、もう日がだいぶ暮れてしまいまして、もう少しで6時になるところです。で、松本方面のですね、バスはそこの、スノーシェルターの下にありまして、逆に平井方面は、さっきサバンナから乗ってきたバス停があそこの信号機の右下に
あるんですね。なので、その説明は書いてなかったんで、分からない方は事前に確認した方がいいかもしれません。なんで、ここで6時、5分だと思うんですが、それの松本行きのバスに乗って、サワンダのバスターミナルに、向かいます。Thank you.